アルフレッド・ニュートン、アルフレッドニュートン、1829年6月11日、ジュネーブ1907年6月7日、ケンブリッジは、イギリスの動物学者で、鳥類学者。国外で調査後、母校で研究職に就くと、ケンブリッジ大学生抜きの初の動物学教授となり、1866年から、ボッスル1907年まで、比較解剖学教授職を務める。 この間に1856年総刊のイギリス庁学会機関誌で査読付き専門誌の編集長を務めたほか、ブリタニカ百科辞典第9版の鳥類の項目を執筆。また、鳥類辞典全員4巻をまとめた。1900年にはロイヤルメダル並びに臨例メダルを受ける。イギリス庁学会の創設メンバーの一人であった。王立協会フェロー。 ロンドン動物学会フェロー。父ウィリアム・ニュートン、母エライザ・ミルンズの間に1829年、ジュネーブで生まれる。1854年に、ケンブリッジ大学のモードリン・カレッジ、探検科会員になると、ラップランド、アイスランド、スワールバル諸島、西インド諸島、アメリカなど、世界の多くの地域を訪れた。ケンブリッジ大学に、公職、 1866年から動物学と比較解剖学の初代教授職に就くと修正、その地位を保った。弟エドワードが暮らすマスカリン諸島から標本を取り寄せ、鳥類の研究に多くの時間を費やす。中にはド銅など、後に絶滅が確認されるものもあり、ロドリゲスド銅の標本を送らせている。ロドリゲス島に固有のニュートンズパラキート、英語名は、 ロドリーグ・パラキート、または、ロドリーグ・リング、ネクト・パラキートとも言うが、1872年に、ニュートンが初めて論文を記述し、1875年に、絶滅した。1900年、鳥類学と動物学に寄せた貢献に対して、ロンドン輪廻協会より、輪廻メダルを受ける。ありがとうございます。